鳥取高等農業学校は1920年に設立された管理つ生専門学校。設立から廃止まで鳥取市恵方村の校地を使用した。恵方校地は後進の鳥取大学農学部に継承されたが、同学部は1966年8月に鳥取市小山町のキャンパスに統合移転した。その後、山陽電機が進出したが2013年に 事業再編により撤退。2017年2月に地元 IT 企業のラスックが本社を移転させることとなった。耐震改修前の旧本館の一部鳥取高等農業学校校舎は1921年に建設された洋館で赤レンガの木段やアーチ型の玄関などルネサンス風の外観を有する。木造2階建ての玄関部分424平方メートルのみが現存。 鳥取大学農学部に継承され、さらに山陽電機南栄法工場の敷地の一角に、旧行車の玄関部分が保存されてきたが、同社の工場閉鎖、敷地売却に伴い2013年3月末までに解体されることになった。しかし、鳥取大学農学部の同窓会が保存を求め、鳥取県議会も保存運動を後押し、鳥取県の要請を山陽電機が受け入れ、 旧行車建物を残したまま敷地売却を行うことになり、とりあえず解体は中止された。工場跡地は建物が残った状態で鳥取市に売却され、鳥取県が鳥取市から建物を購入して耐震回収を行い、青色となっていた外観も新しく白色に塗装された。さらに2017年に本社を移転するラスックによって、 内装工事が行われ利用されることとなった。鳥取大学乾燥地研究センター、正門旧高知聖門の門柱は、1979年9月に、鳥取大学乾燥地研究センターに移設され、正門門柱として使用されている。鳥取大学の人物一覧を参照。ABCDEFGH、白亜の洋館に、旧鳥取功能のコ舎シャト、日本海新聞、 http://www.nnn.co.jp スラッシュニューススラッシュ160625スラッシュ20160625 003 HTML2016 年6月27日閲覧。公社解体に着手採用跡地の旧鳥取港の日本海新聞2013年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ 2021年3月22日閲覧、旧鳥取港農耕者存続へ県が山陽電気に働きかけ。日本海新聞。2013年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月22日閲覧、鳥取大学乾燥地研究センター。門中裏側の説明よりありがとうございます。